井戸の軍始めるわよ。キャドオペレーター向け役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは21年間で2373人のキャドオペレーター技術者を指導してまいりました、私みんなの建設のアナザーさんです。どうぞよろしくお願いいたします。高単価で指名されるキャドオペレーターへの第一歩、初めてのビムシム21日チャレンジがいよいよ始動します。はい、今回からいよいよですね、レビットのインターフェースですね、基本操作の概要についてですね、少しお話をしていきます。あなたのその疑問に答えようと思っています。さて今日の花沢はこちら、レビットの基本操作の概要について、レビットのインターフェースについて、ファイルの保存方法、こちらをですねお届けしたいと思っています。楽しみに。はい、レビットのですね基本操作の概要についてです。レビットって、はい、オートディスク社が開発した Windows 用を建築3次元 CAD ソフトウェア、オートディスク社唯一の BIM ソフトと言われているもの、 Windows しかないんです、ごめんなさいというところを一つ言っておきます。たまにですね、今もう2回ほどですね、このチャレンジやってますが、中にはですね、オートキャドって Mac でもできるんですけど、ごめんなさい、レビットは Windows 用しか今ありません。なので見ててくださいねって方が何人かいたりするんですが、お間違いのないようにしてください。 Windows 用です。レビットの起動方法なんですが、じゃん、アイコンをダブルクリックすればします。はい、ファイルをダブルクリックではなくてですね、最初はソフトから起動するのが基本なので、お間違いのないようにしてください。はい、起動後一番最初にすることは何でしょう。これ新規の場合なんですが、じゃん、ご自身がですねこの2つのうちどちらをメインにしたいのかというところを決めてもらうんですね。はい、じゃん、立ち上げるとこちらモデルとファミリーってあります。モデルって何かっていうと、プロジェクトファイル、原本ですね、私のもの、プロジェクト内の作成または編集になります。ファミリーというのはこのプロジェクトに使用するためのイメージ、パーツの作成をするたり編集したりする場所というところになっています。ちなみにこのチャレンジではですね、モデルとあと2個目の時にはですね、ファミリーの方をですね選択してもらいます。はい、まではこうモデルの新規作成ボタンを押してもらうんですね。はい、ちなみにモデル、はい、続きはですねオンラインサロンでお話しします。お楽しみに。レビットのインターフェースについてです。レビットのインターフェースはこんな感じ、じゃん、はい、リボンタブですね、使ってプロジェクトっていうのとプロジェクトブラウザーっていうのを使いながらやっていきます。はい、直感的にですね使用できるリボンと呼ばれる画面構成をしています。リボンのイメージはですね、Windows 10、Word とか Excel とかのですね、操作画面と同じイメージです。一つのプロジェクトファイルで全てのデータを管理するので、普通の CAD にはあまりないですね、プロジェクトブラウザーと呼ばれる目次のようなものがございます。こういうものですね。詳しい話は、オンラインサロンの特別動画でご説明するのでお楽しみに。ファイルの保存方法についてです。起動したら、当然操作の概略っていうのを今後ですね、この動画っていうよりもそのチャレンジの中でご説明させていただくんですけど、大事なのって何かっていうと、必要なこと、終了の仕方ですね、終わりの仕方、保存の仕方についてもお話ししておきます。そしてですね、これ保存形式間違うと痛い目に遭うんです、このソフトなので、ぜひ今日は覚えて帰ってくださいね。はい、必ずプロジェクトファイルはプロジェクトで終わりましょう。テンプレートで終わると戻れません。なのでプロジェクトで終わりますって話なんですが、オンラインサロンで特別動画で説明するのでお楽しみに。ビムシムに必要なスキル、すなわちレビットをいつ学びますか？今ですよね。まとめます。3D CAD の使い方を学べる初めてのビムシム21日チャレンジに参加しない理由はないですよね。私にできるかなとか不安な気持ちはわかります。でも仕事と家庭どちらも大切にして自分らしい働き方を実現したいと思っているあなたにこそ、レビットのスキルを身につけ幸せな人生を歩んでほしいと思っています。なぜなら将来的には時給や受注単価がアップしたり指名受注も可能です。今まさに求められる 3D スキルを兼ね備えるのであるから、そんな未来を手にしたいと思いませんか？もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思っているのなら、
初めてのビムシム21日チャレンジにぜひご参加ください。初めてのビムシムチャレンジはこちら。レビットのですね、ソフトがもしない場合は30日の無料体験のソフトのインストール方法を解説します。また基本操作ですね、それぞれの個々の動画があるのでそちらを見ていただきます。また擁壁の作成や背筋表の作成の動画も提供いたします。本来であれば有料級のコンテンツ、超有料級っていうか結構お金もらってもいい気がするものなんですが、15名様限定で特別価格で提供させていただきます。募集開始になるんですが、こんなこと知りたいですね、質問をいただいているんです。土木さん特になんですが、それに対してですね、まだまだ事前にお伝えしたいことがあるので募集開始までもう少しお付き合いください。さて次回の花沢はこちら。ステップの3、基本の擁壁の 3D モデリング作成1、プロジェクトファイル、通り芯、レベル作成をお届けするのでお楽しみに。今回も動画を最後まで見てくださり本当にありがとうございます。最後にあれいきますよ。ご準備はよろしいですか。じゃんけんぽん、またね。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければ私建設のアナザーをぜひ検索してくださいね。ではまたね。